3、2。はい、どうも。今日はですね、なんと、とある物が届きました。仙台の方にね、お友達がいまして、その方からね、送っていただきました。はい、ではこちらです。はい。この封筒に一体何が入ってるんでしょうか。じゃあちょっと開けていきましょう。これです。ブーツはこれです。おー、来た来た。これほら何が入ってますよ。ほら、おっ、 S6 ですね。はい、じゃあちょっとね、開けていきましょう。チャンネル登録お願いします。こんな感じです。お、分かりますか？かなり。来ました。はい。じゃーん、あれ見えないか。はい。はい。これね、ユッキーのタオルです。はい。ありがとうございます。はい。ユッキーさんの応援タオルっていうんですか？はい。それをね、送っていただきました。ありがとうございます。ちょっと 大きすぎて画角に入んないわ。ちょっと待ってください、これ。はい。エンドレス。エンドレスレディ。はい。かなり、ゆっき。はい、いかないな。はい。ちょっとこれ。青表ちょっと読み方間違った。すいません。青表のバーサクヒーラーですよ。はい。こんな感じで出来上がっております。はーい、すごいですよこれ。かわいい。これエンドレスレディの第2期に内定したという金井さんを応援するための横断幕です。で、全国で20枚しかないということで、はい、私の声も来ました。ありがとうございます。ゆきさん、これからも頑張ってください。お願いします。ではまた。LG に正面発光っていうのと側面発光と思います。横から光る。そうそう、合わないでしょ。
内藤府に突入ですか。内藤府ただいまより内藤府を観察。こういう感じで関節照明がこう、レーザーバックスがここあの上げるとこういう感じになってますよっていう。はい、こっから乗り合わす花巻。どう花巻でいいかね。花巻、うん、どうします。先頭頭をなんすか。頑張ってみます。またお会いしましょう。またお会いしましょう。行ってしまった。これちょっとまずいよ。アルミだけでよしって言うかねやねえと思って。やれないって。OK、yeah。じゃなきゃジャスコイコールなんとかあった。盛岡にはジャスコはありません。今何気にサクランボやってるか調査したんだけど、サクランボはないと。やってるのだったら多分来年からもコースに入れないと。
Back it up.